こんにちは、長本慶天です。今朝も昨日のブログの YouTube 版をお送りしたいと思います。昨日のブログで書いたのは、えー、昨日はですね、えー、ルゲナ、ルゲナの本社に行ってきました。で、ルゲナの本社で新作を見せていただくのがメインな仕事をやってきました。今回は、えー、去年あんまりね、正直大きい声じゃ言えないけど不作だったんですよ。今年は、 レディースのかわいいもの、かっこいいもの、それからメンズのかっこいいもの、結構いろいろありました。これからね、えー、新作を皆さんにご紹介できるのが非常に楽しみです。それから、レディースの自動巻きって今、世界的に見ても非常に少ないんですね。えー、まあ、いいところでいくと、ローレックスのレディースの自動巻き、それからジンのレディースの自動巻き、あとちょっと、えー、価格帯が低くなりますけども、えー、オリエントの自動巻き。 そこにこの間ぐらいのところですね、えー、ジンとオリエントの間ぐらいのところにどうもこのドゥゲナがレディースの自動巻きを今開発中です、えー。詳しくはまだね、実際本当に出るかどうかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけども、今開発中なのでレディースの自動巻き大いに期待できると思います。えー、あと、それからですね、そうですね、メンズも結構なんていうの、バイオハウス調の 結構いいのあってこれはねもういつでも出せるっていうことですからちょっと来月ぐらいから、えー、お目見えできるんではないかなと思っております非常に楽しみな、えー、今回のドゥゲナの出張でした、えー、今日はこれから、えー、フランクフルトに戻る、まあ、移動日ということなのでまた明日ちょっと移動の様子、えー、移動なんでそんなね面白いって言えなくてごめんなさい、まあ、また明日もやりますんでよろしくお願いします